こんにちは皆さん。内倉です。第1回のですね、太宰府は日本の首都だったということを、お話を始めまして、この2回目はですね、それは太宰府っていうのは、今言われているようなですね、7世紀の後半に作られ始めた大和政権の出張所なんかでは全然ないんですね。本当は卑弥呼という有名な女王がおりますね。邪馬台国のね、邪馬台国の女王卑弥呼が実は作り始めた3世紀ですね。卑弥呼がですね、実は作り始めた都なんですと。だから一般の、考え方っていうんですか、通念から言いますと500年以上ですね、古い日本で一番古い都の遺跡なんですね、太宰府というのはね。ということを今日はお話ししましょう。まずですね、昨日は第1回はですね、トフローというその太宰府が別名を持っているのはなぜかということをですね、詳しくお話ししましたけども、その今太宰府の駅の名前っていうんですか、あれにやはり都府楼というね、都督のがおる都の建物群という、そういう名前のですね、駅名がちゃんとあるんですけども、まあその辺をですね、太宰府の市教委とかですね、福岡県が発掘調査しておりますので、その成果っていうんですか、それをちょっと見てみますと、この図があるんです。都府楼南2丁目というところなんですけどね。こういうところに溝がずっと走っておりましてですね。で、ここにところ建物跡がこうあるんですね。こういうふうに。で、ここは、これは出っ張ってるのは、ひさしのところですね。ひさし。それからこれもこれは時期が違うんですよね。ここには、塀がこういうふうにありましてね、ここにも塀があります。で、この塀が立つ以前にはこういう建物跡が あったわけです。それが分かるわけですね。で、これ柱跡ですね。 1,2,3,4,5 要するに4軒の四角い建物があったと。その1軒っていうのはですね、その折々で、若干何センチというのが言えないんですけども、違いますんでね、折々のあれで、大体は、90センチとかですね、そういう大体そんなもんですから、4軒ってことは築36、3メーター60ぐらいの四角い建物ということになるんですね。で、ここに塀がありましてね、またね、これはおそらくこれと同じ時期かもしれないですね。それから、ここにまた馬屋風っていうか、もうちょっと、縦長のこういう建物跡が出てくると。で、さらにこちらにもゴリゴリゴリっとですね、いっぱいこういうダブってるのはですね、時期が違うから、これをこの元々のこれがあって、こういう、作り直して、上の方にその上にまた柱を立ててやったということが分かるわけです。で、いろいろですね、こういうのはひょっとしたら馬屋かもしれないですね。この当時も当然、太宰府、九州政権というのはもう馬を徹底的に使いこなしてますんでね、こういう長いのを見るとすぐ私は馬屋だなんてことを思うわけですけど、実際どうなのかはさ分かりません。
ということで、まあ、こういうものがですね、やっぱり不老というところ、今言われているところでも出ていると。もちろんその前、太宰府自体、にはですね、まあこれ、これは一番その今土風炉というのは この辺の話なんですね。で今度はその先に長道院地区っていうんですか、天皇がお代理学校にありますね、それで、ここが、まあ、代理でここが、天皇のお住まいになっているところですね。でこう、まあ、事務の方がいろいろおってですね、この辺が増資というところ、大蔵省があったというところなんですね。でここからはですね、クズの氷大友部という書いた木簡が出ております。このですね、氷っていうのがですね、非常に面白いっていうか大事な言葉っていうか、漢字でしてですね、これは後の何々軍、例えば、総軍、鹿児島で言いますと総軍とかですね、あるいは町の上には軍の名前がついてますよね。その軍のことをこの当時というか、九州政権ではこの氷という字を書いて氷という言い方をしてたみたいなんですね。でこれは当然ながらですね、8世紀になると消えて軍になるわけですね、この字がですね。でクズの氷のに住んでた大友部、大友の一族からですね、何かを送ってきたみたいな、そういうようなことを書いてあるわけですね。そんで、まあこうお金とかですね、まあ兵糧米も少々あったかもしれないんですけども、まあ武器とかですね、そういうものもここに納めとったみたいですね。他にももちろんこんな小さいところではとても納めきれませんので、別にもちろん当然あるんですけども、まあここは事務方がおったところなんですね。前回も言いましたように、広場になってるんですね、ここはね。いろんな人が集まってですね、儀式したりなんかした、する場所ですね。というのがあって、でこれがここにこう数字がこう書いてある。これが朱雀王子の延長線のところですね。朱雀王子がこの辺なんですよ。まっすぐこうずーっとで、この辺でしたかね、確か。この朱雀王子の門の遺構がありましてですね、そこから柱の木材、柱に使った木材の腐れたやつが、見つかっております。だからそれをですね、例えば C14 とかですね、あれで、年代測定すればいつのものかすぐ分かるんですけども、一切やりませんというのは、自分たちが言ってることが間違いであるということがはっきりしちゃうのでね、福岡県教育などは一切やらないということで、とんでもない人たちだなと、ちゃんとしてほしいというふうに思っております。まあ、そういうことで、これはですね、太宰府の一番最後の時期に、設けられた城防です。これのこう一つ一つを防っていうんですね。で城防のこの道路がこうスーッと、ありましてね、南北が22条見つかっておりますね。こういうふうに。まあ、復元案ですのでね、この通りになってたかどうかはちょっとわからないんですけども、これは鏡山先生って言ってですね、九州大学の先生の復元案なんですね。まあ、大体こういうふうになってただろうと。この城防っていうのはですね、平安京とかで藤原京とかですね、後の時代の
都は全部この城防できちっとこう四角い棒を作ってですね、やっております。その先駆的なものなんですね。ここ太宰府は当然ですが、5世紀には完成していたわけなんですから、都督の位をもらった人が天皇がですね、天皇中華大王が住まっていたわけですから、5世紀にはできていたわけです。とでその後に藤原京というのは8世紀、7世紀の終わり頃にできた都ですね。宮本政権が作ったというか、宮本政権と言っていいのかどうか分かりませんけど、その勢力が奈良県の橿原にですね、藤原京というものを作るんですね。それからその後奈良市、今の奈良市に移って平城京というね、都を作ります。でさらに今の京都にですね、平安京というのを作る、こういう具合になるわけですけど、その原型がこれなんですね。こちらはですね、金田先生という人が作った復元案なんですね。これもやっぱり同じく22条ですからですね、ちょっと範囲が狭くなるのかなと、少しだけですね、これ見てみると思うんですけども、いずれにしろ白鳥すれば分かるわけで、こういうのがちゃんと書いありますんでね、これはその広場になってるわけですけれども、きちっとこういうものが正しかったんだなと、そういうのがあるっていうのがもう発掘調査でも分かると、こういうことになっております。南北が22条あって、東西が12条かける2ですね。これが、こっちが右京ですね。右の、こっち、要するに南の方を向いて物を言う天、大王とか天皇はですね、ということがありますので、これが右なんですね。こう向かい合ってみると左なんですけど、本当は右京と言っています。それからこっちが左京ですね。これもやっぱり12条あるで、合わせて24条あると。で、一区画がですね、だいたい南北がおよそ111メートルあるんですね。これがですね。それから東西のこの棒状がですね、84メートルということなんです。110メートルと、111メートルと84畳とこうなるわけで、結構この一棒が広いんですね。ですから、この大きさっていうのは結構広いということが分かるんですね。111メートル、100メートルが22だと2キロ、以上あるわけですね。これがね、2キロ以上あります。こっちも当然ですが、24畳あるわけですから、84畳ですね。ということで、やっぱり2キロ以上あると、こういう計算になるわけですね。非常に大きい、当然でしょうね。日本の都だったわけですから、それぐらいないととてもじゃないけど治められないというか、事務方の人もいっぱいおるでしょうし、軍人もいっぱい必要ですからね。こういう大きい、都が必要だったと、こういうことになるわけです。で、今どこでも平安京でも藤原京でも平安京でもみんな中央の道路を朱雀王子って呼びますね。これね、朱雀王子。もちろん太宰府にもこういうのがあったわけですね。これは今でもう出土しておるんですけども、幅がおよそ 35.6 メートルあるんですね。で、その、これは昔の尺で言いますと 11.9 畳あると、こういうふうに言われております。
でその朱雀大路はですね、両側にこうあったら、こう両側にその、溝を掘っているわけですけども、このその溝の幅がですね、大体、3メートルぐらいはあるんですね。だから右側に3メートル、左側に3メートル、こういうやっぱり大きいものなんですね。で福岡県教委はですね、これをですね、これは奈良時代のものですなんてことを言ってるわけですね。まあ、とんでもないことを言ってるわけですね。要するにその九州政権というのはなかったというね、ことをもうその日本書紀が言ってるもんですから、もうそれを、もう明治以降もそうなんですけど、明治以降特にそうなんですけども、日本書紀っていうのがね、日本の正史、正しい歴史を書いてるんだっていうその誤解をしておりますんでね、それを信じ込んでそんなことを言ってるわけです。そんでここから出る土器もですね、これは奈良時代のもんやというようなことを言っておるんです。実際その土器に、くっついてる例えばすすだとかですね、そういうものを測ればもうとんでもない、それは間違いだってことがはっきりするんですけど、それを絶対やらないんですね。なぜかね、やっぱそれは市民に対して嘘をついてることですから、これはもう当然、直してもらわなきゃいけないと、まあ私は常々そういうふうに言っているんですけど、まあまあ、そういうことでですね、奈良時代なんかのものじゃありません。もう全然違います。まあ奈良時代って言ったら、8世紀のからのものですから、だいたいそう300年以上は違うわけですね。奈良時代のものじゃなくて4世紀5世紀のものなんですね。この朱雀大路っていうのもね、おそらくそうでしょう。まあ、そういうことで、でここに朱雀門、出土地点、柱が出てきたというのはここなんですね。ここが太宰府の浄土院地区ですね。ここがですね、でここが 学習学校院地域で、ここが観世音寺お寺さんですね。この間ちらっと言いましたけども、第1回でですね、ちらっと言いましたけども、ここの観世音寺のお寺の全部ですね、奈良に持っていきましてですね、8世紀にですよ、で今法隆寺だなんてことを言っている、それがどうもこの観世音寺らしいんですね。この中に収めてあったそのこの太宰府にいた大王天皇のですね、お顔を姿を写した仏像、それとその両側にですね、お母さん、要するに太后ですね、お母さんと おそらくそのお妃様の三者をですね、どうもこう写し、の顔形を写した、釈迦三尊像、釈迦の形と、菩薩の三者を釈迦三尊像といって、今法隆寺に収めてありますけども、その方々をここに収めていたんだろうと、まあ、私はそういうふうに思っておりますけども、まあ、善四郎そういう大事なあれなんですね。で今はですね、天智天皇が作らしたんだなんてことをこの観世音寺言いますけど、とんでもないこれも。まあ、それはまた、またの機会に、詳しく、お話ししたいと思っております。まあ、そういうことでですね、ここに棒状がずっとあったわけです。今はそのほとんどこういう、分かりませんけどね、分からなくなってますけども。まあ、そういうことで、ここに、先ほど言った朱雀門の門の跡があったんですね。で柱が。でこの朱雀大路はもう先ほど言いましたように、
藤原京か後の時代の藤原京とか平安京、平城京、平城京、平安京ですね、ここにも当然作られておりましたけども、この時これは要するに卑弥呼が作ったというふうの一つの証拠になるんじゃないですかと私はそう思います。